天才ピアニストの深夜おでん。どうもみなさん、こんばんは。こんばんは。忙しいってありがたいね。天才ピアニストの竹内です。充実こそが我が人生って感じで、マスミです。<laughs> いう言葉じゃないですか。はい、そうなんですけど、なんかいやだから、ほんまにな、その休みたいなとかさ。うん、思うじゃない。うん。 思う状況まで一回あの働いてるのがいい,、うん、いいなってなるほどなそう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 あの酷使しているというねそう忙しい人しか暇を感じられないっていう言葉をね本で読んだんですはいはいはい確かにずっと暇だったら<や>暇という言葉が概念がないなというでも暇ずっと暇やったら地獄のように暇みたいなのが待ってるみたあ暇の向こう側みたいなやつな暇の向こう側ではい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 もう寝すぎて寝すぎてはい 腰痛なってきて腰痛なってきてきどこに体をやっても痛いみたいな瞬間ってあるやんそれ地獄の暇タイムやある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 それはあるそううんやっぱりありがたいなっていうありがたいねだってこの、うん、まあお休みないじゃないですか、はい、なくって希望しないと休みないでしょ今は月1回とかはいでも ほんまにじゃあ急にもしパッと「休み欲しい」欲しいとは言いつつも急にポンって休みになったらうまいこと使える自信ないねまあそうですね丸一日急に空いて前々から空いてたんじゃなくて明日が急に休みとかああなるほどねだから今さ「明日急に休みです」って言われたら「えっええっ?」ってなんねいや困るないや嬉しいよしいねんけどまあその買い物行くとか その美容のメンテナンスする以外にね、うんうん、何かするってなった時に思いつけ、うん、それはあなたと走り出したらいいんじゃないのドライブでせやねんえ <laughs> 正解が出たせやねん <laughs> えじゃあさま進めてえでもそれはあっせやな、まあ、突然でもいいかでもレンタカーってな結構急に無理やねん ほんまのこと言ったらねことガチンコで言うとあれだったらええちゃんカーシェアリングみたいなやつそれ行くの面倒くさいねあっそれきねああなるほどなんかこの辺やったらナンバーパークスにタイムズシェアカーの事務所あってそのタイムズシェアのえと車借りるブースは結構近くにもあんのよ住んでる近くにもでもその登録行くのは行かなかったでも一発登録しら行けるってことそうそれ月額払わなあかんのうん月額払ってえっとねいろんなスタイルがあんのよ ちょっと大きめに払って乗り放題みたいなのもあるし,あるし単発単発で何時間だけど、はい、安いみたいな,かな,なんかでもね、まあ、基本料は多分回避はいたはずやねんけど今の回数頻度で言ったらもう絶対にカーシェアリングじゃないもんな一発レンタカーやもんなそうやなそんな別に回避というかなうん毎回乗るわけじゃないから絶対にそうそうそうだから3日に1回ぐらい買い物行くとかはい の人やったらいいんそうねちょっとスーパー行って例えばトイレットペーパーとか子供のおむつとかの人やったらそういうのいいよなじゃあえっと急にとかじゃなくてまあ1ヶ月先に分かっててで前の日がかけるライブで終わりわ6時半終わり6時半とかにもう仕事アップで次の日が丸1日休みで次の日が夕方4時から森宮 はあだからやっとするやんはいはいはいあなくはないやん明け休み入りやなな知らんけどみたいなみたいな感じ明け休み入りっていうことやなこれって多分天才ピアニストのスケジュール史上一番イージーなやつやね確かになんかこうキラクというかわかるわかるで単独も近くない二週間以上空いてる空いてるってなった時にあなたはモンストレッサーマスミやね そうそう、ノンストレスさん、マスミの時に、うん、それでもうドライブも、あの、レンタカーも、うん、あの、マネージャーの太田昴秀が、うん、あ、僕予約しときますよって言ってくれたそこでんか、い、えー、や、っとするやん。うん。そもう朝マスミは取りに行けばいいだけとするやん。あ、もう僕電話してきますよって言うとする。えー、<れ>手配してくれて。こっちから言ったんじゃなくて、もうしてたとするやん。うん。うん、そしたら、ど、どこに、どのコースで、どのメンバーで行くか教えて、それ。 どのコースで行くかやな。でも。でもいたら、希望した人は、あの、休める、もう吉本が。ええ、抑えてくれるから。うん。うん。太田幸が。ええ、むちゃくちゃすごいやん。太田、太田君、すごいやん。そうそう、ああ、抑えてきますよ、全然。ビンビンワンワンや。そうやで。ビンワンの二乗みたいなことや。そうそう、わかる、わかる、わかる。ビンビンワンワンマネージャーや。そうそうそう、やとしたら。やしたら。別に、そんだけ動いてくれたからって、太田幸州はいかんでもいいしね。うん。 当初は行きたないやろ行きたないやろし「<laughs> <laughs> 休みたいやろ僕行きたいやろ」<も>とは言うけどね、うん、言ってくれるかなやった場合、うん、もう何やったらその,そのメンバーで前の日からナビしてもいいわけだから,えだからね私それやったら車で夜通し走る感じのあ夜出発夜出発だから6時半に終わったとしたらうん,うん21時出発うんあ結構早めに行くのじゃあもうその日飲まへんねや 飲まんでもいいかな。うん、あー、でもせやな、飲む、せやねん。運転するってな。はい。飲まれへんから、それが結構きついのまんねんな。私やっぱ飲むのも好きやから。でもみちょは全種類飲んでいいねんで。ええー。<laughs> ちょっともうみちょのこと忘れたいわ。みちょのこと忘れたいやろ、一回。うん、えー、ほなあ。まあまあ、でも自分で運転もしたいもんな、別にドライブって。そう。せやな。じゃあ、ど、どうないさせてもらおうやっぱその前の日は飲んだらいいんじゃん。ほんで次の日の朝行ったらいいんじゃん。 違う、うん、いやでも、うん、結構夜中のドライブというか夜中のサービスエリアやっぱ好きやねほな四国とか行こうとしてるんちゃういやゃうスノボあスノボかうんだから運転できる人を乗せたいんでもうこれはでも先輩やから先輩と一緒に行くと先輩がお金払うってことになるからそれが嫌やから誘いにくいねんけどうん,うん、うん 大阪クレオパトロンのリエさん、うん、はいりえちゃんさんりえちゃんあでもそう太田君が連絡しておいてくれて、うん、今回は割り勘でいけましたっていうえっ太 <laughs> 田君その割り勘の分配もいけんの <laughs> うん、まあ、それはもうリエちゃんの精神論やであ,あいつにできん仕事ないからえ、ね、え <laughs> いや結構あの断られたんですけど僕ちょっと交渉してあの今回だけじゃあ割り勘でっていうことになってますって新幹線のチケット苦手な以外全部いけるんかい <laughs> <laughs> そうやね太田くん新幹線のチケットだけなくしたりするす <laughs> めっちゃなくすね <laughs> ねえ 改札で引っかかってますけどねあれごめんなさい先言っといてください1万4000円もう一回払おうとしたその瞬間見つかりました東京駅で何回改札引っかかってるかただ普段仕事完璧なんでねその新幹線チケットなくすのも笑えんねんけどそんぐらいの可愛げあったほうがいいですよそれでえりえちゃんは運転できるからりえちゃんと来てりえちゃんは絶対やなはい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 2人いや2人でもいいけど

2> 2人ぐらいうんまあ小畑君もやっぱり <laughs> ちょっと待ってスミッペと小畑味こすぎ <laughs> ちょっとなあでもそのラテさんとかもガーヤマちゃんとかも、うん、いいよそのでもそれはそのまあ車に乗り込めたらいいけど、うん、まあまあその人数も任すわそれはいやでも4人ぐらいがいないなやっぱりな多分なな理恵、うん、さん理恵さんはもう好きやし、うん、心も安定するし車も運転できるし、うん マやなリエちゃんはほんまに最高やな、うん、ま熊本さんとかもありがたいなでもさリエさんと熊本プロレスさんが仲いいやんそうやねんマジでほんまに最近ここあ3か月ぐらいで34回行ってんの3人でいいメンバーなんやろだからそれいつも呼んでくれんねん,んのリエちゃんと飲んでたりとかしたらはいはいはい,はい、はい、熊本さんがねだから熊本さんにもどうする割り勘出て大田君から連絡いようかいや無理やろ結構上やで いやいや太田マネージャにできんでしょう <laughs> と思ってそれだからあれ僕結構断られたんですけどあ言ってなんとか今回だけ言わせてそうもうそ,そ,そう,もうそ,そもうますみ3年ぐらい後輩やからもうそんなんなあの払う払うとかそんいうのはできひんからそうなんですけどあのますみさんがそうおっしゃってるんであれかんで、ね、い <laughs> けたそうでもお宅も頂けるから <laughs> なんで、ね、でいけたとして三まあその三人でも最高やなまずかそこにもう一発後輩かその三人に はい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 い。5人うん、うん、ええ小畑とスミッペはもう固定な<笑><笑>あそこ固定なんやまだあのんでもな小畑とスミッペが別に仲いいとかじゃないと思うねんなそこが不安やねん絶対仲良くはできるけどなでそんなそこ心配いらんと思うねんけど、うん、そこ心配しちゃうな私結構はいはいはい、はい、自分が召集したからってみんなが仲いいとは限らんどんそらせなそらせそやな それ心配やからなやけどその女性三人男一はまたあれじゃんそやねなそこまで隅っぺそんなをかんていうの女子系じゃないからうんうんうんわあでも北村さんとかおっても楽しいよな絶対え丸亀ジャンゴ北村俊樹の話うんめっちゃええやんああの人やっぱ協調性の塊やからなそうやね合わせてくれるやろそうやなええやそれいこうめっちゃええある人めっちゃ盛り上げてくれるからなほんでそれいこうってめっちゃ北村俊樹えええんちゃう食べよう 行こう飲もうって言うやろ絶対ああそれはって言ってんの見たことない,かなないねあの人ええー、ね確かになんかミスチル好きで集まった時もさ、うん、それこそ熊本さんとか、うん、マキシさんとかと集まってミスチルのライブ見ようってなった時も、うん、もう率先して泣いたりえっ泣くリーダーシップ取ってくれんのとしキ <laughs> 率先してミスチルの歌で泣いてはあ であもう一曲目で泣くんやみたいなねめ,めっちゃみんな盛り上がるしなるほどなでなんか飲みながら画面立ち上げた時とか「うん、ちょっと待って最高じゃん」<あ>やっぱそういうなんか、うん、そういうとこはねん空,空間づくりの舵取りあー北村俊樹いるないるかうん先輩ばっかりほんまやなでも いいんじゃないやっぱもともとあなたすいっこちゃんだから。そうやね。意外と私、ショータイムとかも楽しい。好きやねああー、田中ショータイムね。あの、ゆりやんさんと、ショータイムと3人でご飯何回か行ってんねんけど、楽しいね。盛り上げ上手や。もう。はい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 。何も考えてないんけど、うん。いや、考えてるかもしれんけど。まあまあ何か考えてはいるでしょ。私も考えずに喋ること多いから、その辺が合うのよ、ちょっと。リズムだけで行く感じな。そう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 。でね。って黙ったりとかすんねんけど。 急に黙って黙ってで急にまた答えてはいはいはい通ってもいいなありえちゃんあもう決めなあかんなりえさんすみ北村さんはいすみっぺうん多いな多いなまあでもその優先順位でいくとそこかなみんなキーバラバラやでも北村さんとりえちゃんは同期やな さんがントツに年上やったから先輩やと思ってた勝手に32期ぐらいと思ってたああいいメンバーやんいいねコース決められへんかったわであのスノボ行ってスノボいってスノボってもうほんまギフとかぐらいでいいですあなるほどね56時間でいけるんであそうですね朝方ついて夜中朝あすそうせんチャンネル登録ってした方がいいもんねうん私やったら登録するかな私もすんのよ登録してみたらどうどう